ゲオルギー・タズイエビチ・アグザモフは、アルマリク出身のソビエト連邦のチェス選手であり、グランドマスターである。1966年、12歳の時にアルマリクのチェス選手権で優勝する。1971年、リガで行われたソビエト連邦ジュニアチェス選手権で準優勝する。1973年、初めてウズベキスタンチェス選手権に参加。 1976年と1981年の大会では優勝を果たした。1982年にはインターナショナルマスターとなり、1984年にはウズベキスタン初のグランドマスターの称号を手にした。1982年のベオグラード、1983年のブルシャツ、1984年のソチ、1986年の タシュケント、ボゴタ、コルカタで行われたチェストオーナメントで優勝し、1985年のポツダムの大会では準優勝するなど素晴らしい成績を残した。1986年、クリミア半島のセバストポリで開催されたチェストオーナメント終了後、アグザモフはハイキングに行った際に崖から落ち2つの岩の間に閉じ込められてしまった。 付近にいた人々により救出が試みられたものの、アグザモフは相当深く落下しており、救急隊員が現場に到着した時には、アグザモフはすでに死亡していた。国際チェス連盟の色レーティングの最高レーティングは1985年1月1日の2590だった。ありがとうございます。